夏土かうしは中国の計算機科学者、大学教員で中国における計算機科学領域の初期の研究開発を行ったことで知られる。中国国産初の汎用電子計算機モデル107の開発リーダーであり中国のコンピュータサイエンスの母と呼ばれる。1991年に夫の擁立名と共に中国科学院,院士に選出された。2010年には 中国計算機学会から特別功労賞を授与された。2015年、中国計算機学会は、中国のコンピュータサイエンスの先駆者である夏を記念して、コンピュータサイエンス、エンジニアリング、教育、業界における卓越した貢献と成果が認められた女性研究者とエンジニアに、毎年、夏培う縮小を授与することとした。 夏は1923年7月28日に四川省重慶市で生まれた。実家は教員一家で、祖父は新長後期の科挙の秀才科目で合格し、40年間教師を務めていた。父は県レベルの科挙の巨人に合格し、ゴーツ区内で学校を運営していた。母はゴーツ女子中等学校の教員を務め、ゴーツ女子小学校の校長も務めた。 家庭内での個人指導を受けて、夏は若くして、古代中国の三文と数学の科目の基礎を十分に固めていた。14歳の時、南宇宙学校に入学し、常にクラスのトップの成績を収め、特に数学に秀でていた。1939年、日中戦争のさなか、夏は、豪津軍の大9中学校への転校を余儀なくされた。 1940年に学級トップの成績で高校を卒業すると同年に国立中央大学の電気工学専攻の学科に入学した。学士号を取得した後、1945年から1947年夏は国立交通大学電子通信研究所で大学院の研究に従事した。1947年夏は英国エディンバラ大学で 電気工学の博士課程へ進学し、1950年には、オンパラメトリック、オシレーションズインエレクトロニックサーキッズ、A グラフィカルアナリシスフォーノーン、リニアシステムズと題する学位論文に基づいて、博士号を得た。中華人民共和国の建国から2年後、夏は夫、養立名と共に1951年に、 中国に帰国すると、聖火大学電気工学部において、准教授の職を得た。1952年秋に、数学者科・ラコーが、中国国内初の電子計算機の開発を始めると、夏を、他2名の研究者と共に雇い入れて、中国科学院における開発プロジェクトの指導に、当たらせた。これが、夏のキャリアの分岐点となった。4年後には、 中国科学院の計算機技術研究所の設立に合わせて教授になり残りのキャリアをその研究所で過ごすことになった。開発プロジェクトを率いた他の2名の研究者がプロジェクトを離れると1958年には夏が中国国産初の汎用電子コンピューターモデル107の開発を主導した。現在では 彼女は中国のコンピュータサイエンスの母として高く評価されている。夏は中国における高速コンピュータの研究と設計において多数の貢献を行った。さらに高速アレープロセッサと複数の並列コンピュータの設計にも貢献した。また彼女は1978年のチャイニーズジャーナル・オブ・コンピューターズ氏の創設。 さらに1986年の英文論文誌 Journal of Computer Science and Technology 創設も支援した。1956年3月には夏は中国国内初のコンピュータ理論のコースを教授すると共に国内初のコンピュータサイエンスの教科書 Principles of クトロ Electronic Computer を執筆した。中国科学技術大学が1958年に 創立されると、コンピュータサイエンス学部の責任者となった。1956年から1962年までの間に700名以上の学生に教育を行った。夏は60名以上の大学院生の指導を行い、うち2名は、博士論文に対する国内の上位賞を受賞した。指導学生の中には、初校スーパーコンピュータの開発を率いた理国マサル。 リューシン CPU のチーフアーキテクトを務めたコイブなどがいた。リューシンが国産初の CPU を2002年に発表した時にはコは夏の50年以上にわたるキャリアを祝ってシア -50 と名付けた。1991年夏と夫、養立名の両者は中国科学院の院士に選出された。彼女の中国国内のコンピュータ産業への貢献を 記念して中国計算機学会は2010年に終身上受賞を授与した。1945年に夏は国立中央大学の卒業生、妖立名と出会い、両者が共にエディンバラ大学に留学中だった1950年に結婚した。要は後に著名な理論物理学者となった。夫婦は二人の息子を設けた。子供たちは二人とも両親の後を追い。 それぞれ計算機科学者と物理学者となった。夏は2014年8月27日に91歳で亡くなった。ありがとうございます。